てる。はい、おはようございます、しのです。今日はね、来ちゃいました。どこですか、ここね。何県ですか。群馬県に来ちゃいましたよ。群馬県に、いやー、ゴルフ以来ですね。もうゴルフもね、もうここのとこ腰痛いからやってないんですけどね。はい。でね、群馬県は前橋市にやってまいりました。前橋市といえば、何ですか。あの有名なデカ盛りの店が。デカ盛りの店ですか。またはい。あのお店、もしかしたらディーレンジャーグループ、もしかしたらねえ、AQ庵さん。違う。あ、そうだそうだ、 AQ庵さんだった。正解。びっくりした。すいません、間違えてると思いましたよ。クロアンちゃんとね。クロアンズです。ワンちゃんとね、声だけ出演ということでね、はい、まあいつもね、お顔はね、ちょっとね、綺麗なんですよ。そんなことないですよ。ね、風もすごかったんですよ、今日ね。風すごいですね。危なかったですよね。途中車1回転しちゃいましたもんね。クロクロって。してないから。してない。危ない、ね。いやー、煽られたね、でもね。煽られましたね。怖かったですよね。まあでも無事着きましたんでね、はい、これからね、AQ庵さんで美味しいものを、食べていきたいと思います。それではまた後ほどお楽しみに。 AQ庵さんに到着です。駐車場に入ります。駐車場どうかな。今日カメラマン。久しぶりです。お一緒じゃんこれ。一緒なの。事故。4台の玉突き事故。そう。鬼来る前に玉突き事故だ。お久しぶりです。よろしくお願いします。なんで21。今なんで24年。3年ぶりぐらい。あ、そうなんです。すいません。21、22、24ね。ご無沙汰してます。申し訳ない。僕も知ってから2年。すいません。遠かった2年間。そう、クラウン。待ってます。ありがとうございます。また後で。あ、そう。はい。そう、用意してたって。え？そんなに。お蕎麦と、お蕎麦とカレーのセットのやつで、そうですね、うん、あったかいお蕎麦で、はい、お蕎麦にちくわ天乗せてもらっていいですか。ちくわ天、はい、100本ですか。言うね。200本。でカレーに何か唐揚げっぽいの、なんか美味しそうなの、ね、はい、唐揚げカレーとかも
エビ持ってる、うん、あ、エビも出てきました。エビ欲しいな。エビ全部乗せることもできるし、うん、って感じです。エビ、エビフライ、エビフライ、はい、エビフライできます。3本で、あ、じゃあ3本ちっちゃい感じなんですけど、ちっちゃい、ちっちゃいの、ちっちゃいんだったら3本、6本、6本、はい、はい、唐揚げ、唐揚げ、はい、カレーに、カレーに、はい、うん、おいくつぐらい、ああ、そういうことなの、はい、どのくらいの大きさなの、5、6個でいいですか、すごい食べられる、いやいやいや、ありがとうございます。食べられなかったら持って帰るから、じゃあ6でしょ、はい、わかりました。あ、ちくわ天はちなみに冗談で買っちゃった。あ、ちくわ天は1本でいい、1本でいい、うんうんうん、で1で、はい、家の大きさはこっちでお任せで大丈夫ですか、え、うん、いや、うん、まあ、知らない。じゃあ任せで、はい、よろしくお願いします、はい、大丈夫かなおい。できた、できた、できた、できます、できます。あ、先に、スープ、スープのあったかいそば、え、スープのあったかい、でかいよ、でかくない、抑えます、あれ抑えました、ちくわ天一本って言ったんだけど、あれていうかさ、はい、え、ちょっと何ですね、どうしたの、大食いの方じゃない、抑えます、大食いの方じゃない、バカじゃないのお前、大食いの方じゃない、え、大食いの人じゃないか、抑えました、量が、ごゆっくりしちゃった、これスターティン、ナマスターティン、さすがギレンちゃん、すごい、これはすごい、やばいです。それではペロリンチョ開始します。何から食べる？飲みながら。いただきます。あ、すごい。やばいやばい。うん、おいしい。ごちそうさまでした。あれ、まだ。では。おいしい。いっぱい食べていただいて。そばだね。カレーいただきます。こんな感じか、こんな感じでカレーいただきます。落ちるかな、これ。口に入んねえ。そうですよ、ね、うん、お蕎麦屋さんのカレーうまい。
これも楽にペロリンチョいっちゃいますんで、すいません、全国のしーのくんチャンネルのファンの方タッパーがペロリンチョしますんでいただきます。